ガンと急に車が静かなだけにロードノイズは低重心感がありますね。エンジン駆動入らないんじゃないかなって思うぐらいの。今日はボルボの XC40 のリチャージプラグインハイブリッドに試乗しています。ラブカス TV 川口学です。ボルボの XC40 登場から少し時間が経ちましたけれども、今回はプラグインハイブリッドバージョンが登場ということになります。ボルボ XC のアーキテクチャ、これ CMA というコンパクトモジュラーアーキテクチャというプラットフォームなんですけれども、小型から中型ぐらいまでの車をカバーするプラットフォームということになるわけで、電動化対応しているのが特徴ですね。これによって実際にもう本国では XC40 には電気自動車バージョンも存在しているということで、これも間もなく日本に導入されるんじゃないかと、そんなタイミングですけれども、要はこの小さなボルボの新世代の比較的コンパクトな車種向けのアーキテクチャというのは電動化対応しているので、それにのっとったモデルということになります。そしてボルボはもう電動化いち早く進めていて、もう今すでにあるディーゼルエンジンは日本にあるだけ売り切ったら終わりとなりますし、ガソリンモデルも順次マイルドハイブリッドに変わっていくという事情がありますので、これによって何かしらのモーター駆動が入っているというのが特徴になります。リチャージという名前があることからも分かりますように、基本的にはモーター主体で走るような感覚を持っていて、そしてエンジンも使って走ると、そんな切り替えを行って走行するモデルになっています。で、搭載されるエンジンなんですけれども、 1.5 リッターの直列3気筒の直噴ターボエンジン、これは最高出力180馬力、最大トルクは265ニュートンを発生します。そしてここにモーターが組み合わされるわけですけれども、このモーターが最高出力60キロワットですから81馬力ぐらいですね。で、最大トルク160ニュートン、16キロ7キロぐらいの感じのモーターが組み合わさってるわけですけれども、システムが面白くて、エンジンがあってトランスミッションがあって、その間にモーターが組み合わされているという、そんな仕組みのハイブリッドになっています。これによってモーターだけでも走行しますし、エンジンだけでも走行しますし、エンジンとモーターだけでも走行しますし、というような様々な切り替えを行うと。この車の場合はフロントだけで全てが完結しているので、駆動方式は FF ということになります。で、さらにプラグインですので 200V で充電もできると。で、バッテリーの容量は 10.29kWh という容量になっていて、これによってバッテリーだけでの航続可能距離、これは 45.6km というカタログ値を持っています。実際には30キロちょいちょいぐらいの感じだと思いますけれども、基本はその電池を使ってまずモーターで走って、でなくなればエンジンかかってモーターを回してバッテリーために行ったりとか、そういったいろいろなマネジメントをしながら走るような仕組みになっているということですね。なので、走り出すともうほとんど電気自動車の感覚というところがあって、もうこれは借りて結構な距離乗りましたので、今電池は全て使い切った状態ですけれども、それでもやはり電動駆動感が強い1台だなという感じがあります。今走り出しましたけれども、こういったところもモーターでスーッと走っていくような感覚で、このハイブリッドユニットなんですけれども、実はこのハイブリッドユニットはロンドンタクシー、これも電動駆動だという話題がありましたが、同じアーキテクチャを使っているということになります。それと、ボルボはヨーロッパではポールスターというブランドを持っていて、そちらは 100% 電気自動車持っているわけですけれども、そのポールスターなんかとはこの CMA プラットフォームは共有しているということになるので、やはりこの XC の40というモデルそのもの自体が新世代の電動化対応したモデルであるということに加えて、ボルボの電動化戦略の中においてもユーザーにとって最も身近な1台というところに位置するのかなと。これまではガソリンエンジンのみという展開だったわけですけれども、そこにいよいよ電動化の波が入ってきているという感じですね。この XC40 プラグインハイブリッドで、基本的には最初のバッテリーがある時点ではモーター走行を主にして、これで 45.6km 走れるということになってますが、実際にはだいたい30キロちょいちょいぐらいで走ると思いますけれども、でそれがなくなるとハイブリッドになるという仕組みになってますので、基本的には決まった距離で使うようであればガソリン使わずに使うような、そんな使い方もできる車だったりしますけれども、実際に30キロ以上走って使うという段になってくると、ここはやはり
ガソリンエンジンを使うというシーンが出てきますので、そうなると今度は、まあ、基本的には重いハイブリッドということになってしまいますので、このあたりは燃費がすごく伸びるというわけではないですね。なので実際に WLTC モードの燃費で言うと、この車の場合はリッター14キロということなので、まあ、数値的にはそんなに優れた感じではないですけれども、まあ、これ使い方の問題であり、まあ、プラグインハイブリッドの宿命でもありと、ここはなかなかに微妙な数字になってしまうのは致し方ない部分ですよね。だその点で言うと、日本のプラグインハイブリッド、例えばプリウスとかありますし、まあ、最近ではラブ4なんかも出ましたけれども、こちらの方がどちらかというと、電池だけでの航続距離も多いですし、ハイブリッドになった時の燃費の良さというのも結構考え抜かれているので、その意味では、プラグインハイブリッドというのは世界では日本のものがかなり一律の長があるわけですけれども、実際に、まあ、欧州ではそんなにシェアがあるわけではないので、欧州メーカーのプラグインが欧州では当然注目されているわけですけれども、プラグインハイブリッドの存在意義というのは企業平均燃費を下げる意味合いというのが非常に多くて、割と多くのメーカーではポン付けで、要するにレギュレーションをクリアしていくための策として使われている場合が多いですが、ボルボの場合は、まあ、ラインナップ全体で電動化を図っているという、そういった戦略を持ってますので、その中で最もベーシックな位置づけがマイルドハイブリッドで、その1個上ぐらいにある電動化モデルということになるので、このあたりは立ち位置としては、まあ今後どのようなモデルが主流になっていくかわからないですけれども、通常のピュア EV とマイルドハイブリッドガソリンプラスモーターの間に位置するようなモデルと考えていただければいいと思います。で実際に走り出すと、もう本当にモーター主体の走行感覚が印象的で、モーターだけで走っている時は当然静かで滑らかで力強くて、この車車両重量も1790キロでそこそこ重いんですけれども、その重さを感じさせないだけの動力性能があって、まあちょっとこういわゆるガソリンの XC40 から比べるとかなり高級車な印象を受けるフィーリングになってますね。ここはすごくいいところです。だから本当スル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 と動くような感じがあって、このドライバビリティの高さと上質さの融合というのは他にはちょっとない感覚だなというところですね。実際に電池を使い切ってしまっても、今も電池使い切った状態ですけれども、ガソリンエンジンが 1.5 リッターの直列3気筒ターボ、これが回って走ってはいるんですけれども、なるべくなるべくモーター駆動にしていこうという感じの、そんなやっぱりセッティングになっているようで、これ非常になんかこう電池を使い切ってしまっても電動駆動感が相当に強く感じて、実際にはエンジン駆動入らないんじゃないかなって思うぐらいの、そんな感覚ですね。なので感覚としてはどっちかっていうと日産の e パワーなんかのフィーリングに近いのかなというところはありますよね。まあ、このあたりマネージメント細かくどうなってるかというのは分からないですけれども、とにかく電動駆動感が強いモデルという感じで、あとエンジンがだからかかってるとか、エンジンとの切り替えみたいなところの、そこがよほどだからスムーズにいってるんだろうなっていうところも、このフィーリングに関係してきてるところですね。なので今も実際にはエンジンはかかってるんですけれども、そのエンジンのかかってるのは分かるんですけども、駆動感は本当に滑らかな感じの駆動感が印象的な、そんな一台ですね。あとやっぱり試乗してて感じるのは、通常の XC40 よりだいぶなんかこう低重心感がありますね。これはおそらくバッテリーを搭載しているからという部分もあると思うんですけれども、全体的に重くはなっていて、それが下の方にグッと車を押さえつけてくれているような感覚があって、このあたりも通常の XC40 の走行フィーリングとは全く違う風に感じる要素の一つになっていますよね。でもちろん車両重量は基本的には重いので、低速で路面の首都高のジョイントなんか通過するとやっぱり少し重さあるなっていう感じがこう出てきて、足回りからの入力が響く感じがありますけれども、それ以外は非常に滑らかな乗り味といった印象があって、まあ、ある程度ペースが上がった方が乗り味としても非常に気持ちよく滑らかな感覚が味わえるというところですね。だね、やっぱこのスムーズさは相当に価値ありますね。非常にこうするっていう感じの
滑らかな感覚は見事だなっていう感じしますね。それとボルボは ADAS 運転支援も優秀ですので、今実際に渋滞の中でパイロットアシストを使って走っているので、アクセルブレーキは自動で制御してくれてますし、ハンドルもある程度まで車の方で切ってくれるようなことをしてくれてますので、このあたりもすごく使いやすいものになってますね。加えて電動駆動感が強いので、全走車に対する追従のこれレスポンスの良さなんかも、内燃機関オンリーのモデルよりはすごく追従性もいいなというところを感じます。まあ、あとはやっぱり基本電動駆動感が強いですし、エンジンは踏めば高回転まで回りますけれども、低速で使っている時にはほとんどかかっているのがわからないぐらいの感じなので、静粛性の高さは相当に高いレベルにあります。このクラスの SUV としては相当に静かな方かなというところで、逆にこう速度が上がってくるとロードノイズが気になってくるぐらいの印象すらありますね。あ、でも今渋滞が結構解消されてきてスピード上がってきましたけれども、スピード上がってくると車が静かなだけにロードノイズはそこそこ上がってくるぞという感じになってきてますね。それとハンドリングなんですけれども、ハンドリングもやはりその操作感が滑らかな加減速のフィーリング、そしてハンドルも少しこう軽めですっきりしたフィーリング、そういったものを持っているので、全体的にハンドリングはなんかこうこの車の背の高さとかからは考えられないぐらいスッと滑らかにコーナリングしていくなっていう印象があって、ここがすごく面白いところ。ただこれもやっぱりセッティングの話だと思うんですけれども、あんまりなんか重さとか動きを感じさせないようにしてスルッと気持ちよく曲がるように仕立ててるなっていう感じはやはり受けるなというのは正直なところですね。でそれが一番顕著なのがブレーキのタッチなんですけれども、やはりこれすごく独特なものがあって、車の加速方向と同様にブレーキも滑らかな感触が支配してるんですね。なので踏むと一瞬制動力がどのくらい出てるのかがちょっと感じづらい部分があるというのは、これ気になるところだと思います。なので、まあ、これはおそらくその回線ブレーキとメカニカルブレーキの受け渡しの問題とかそういう部分に起因してると思うんですけれども、割とこうストローク感が短くて踏むと底づくところがあって、そこからなんかスーッとこう力が立ち上がっていかない感じというのがちょっとあるので、通常の運転していて前の車に対してその加減速したりとか信号待ちで止まるとかそういう操作をするときには慣れてしまうと全然問題ないんですけれども、まあ、流れに乗って走ってて前の車が急にブレーキ踏みましたとか、なんかそういう時に割と踏んだらあスーっていっちゃうみたいな感じを受ける人が多いかもしれないですね。なのでそこでブレーキを今度強く踏んでしまうとガンと急につかみにかかってしまうというところなので、このあたりのフィーリングはもうちょっと改善された方がいいだろうなっていうところはありますね。だここ実に難しい。慣れてしまえばこの短いストロークでコントロールすることは全然できるんですけれども、いざという時とかなんかハッとした時にポンとこう踏んでしまうとかなりの制動力が出てしまうので、違和感というかギュッとブレーキがかかっているような感じになってしまいますよね。なので今はまあ流れに応じてブレーキペダルこうコントロールしてますけれども、例えばこれであってなった時にこうグッとですね踏みがちな感じではあるかなというところですね。そのあたりのこのちょっとデッドな感じがもう少し解消されてほしいなというところありますね。まあ、そんなわけで乗ってきましたけど、この車は車両本体価格は649万円、まあ約650万円で、オプションはそんなにたくさんついてないので659万7200円ということになるわけですけれども、まあ価格的にはなかなかに悩ましいところにあるかなという感じはしますよね。というのもやはりそのぐらい値段になると XC60 ですね、 XC60 こちらも視野に入ってくるというところがあるので、車格的にはやはり一クラス上のモデルがいいなと思う人は相当いると思うので、このあたりをどんな風に考えるかという感じですよね。なので割とやっぱり商品的には意識高い系の方じゃないとなかなかに難しい部分もあるのかなっていう気もしますね。このあたりはまあ本音です。それとライバルなんですけれども、まあ、ライバルと比べるとやっぱり
ボルボならではのそのデザインの良さとかクオリティの高さとかそういった部分があって、なおかつこの XC40 の場合はポップな感覚というのもあるので、そういったところでのアドバンテージは相変わらずでかいなっていうところはありますよね。でライバルもプラグインハイブリッドのモデルというのは結構持ってますけれども、それらと比べると価格的にもやはり少しリーズナブルなところには入ってくるので、そういったメリットというのはあるわけですけれども、とはいえこのぐらいの価格出すとなると様々な車が選べるようになってくるので、その中であえてのこのプラグインハイブリッドまで選ぶかというところはなかなかまだ難しいところもあるのが実際かなっていうところではありますよね。なのでとにかく意識高い系の方にはやっぱりこれを向いてるなというふうに思いますし、その自分が乗ってる他とは違う満足感、なおかつ他とは違うドライブトレインを持っていて時代の先端を行っているその感覚というのはすごくあるので、そういった部分も含めての価値かなというふうにも感じますね。はい、というわけでボルボの XC40 リチャージプラグインハイブリッド乗ってきましたけれども、やはり重量が増えて電動化が加わることによってかなり今までの XC40 とは違う上質さと重厚感が加わったなという、そんな一台でした。ただ気になるところはブレーキのフィーリング、これが少し気になるところだなという感じがあります。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカース TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカース TV 川口学でした。